こんにちは、ステイフィルの田中です。今回なんですけども、鎌倉の飲食店を、助けようというテーマで、やっていきたいと思います。ちょっとこういうコロナの影響によって、鎌倉にある飲食店さんたちは結構大ダメージを受けてると思うんですよね。まあ鎌倉だけじゃなくて他の地域もそうなんですけど、まあちょっと何かできることはないかなということで、まあこういう私も鎌倉で不動産をやらせていただいてるんですけども、まあ鎌倉ってやっぱまあ、お寺とか観光名所とかもそうだと思うんですけども、やっぱり飲食店さんがなきゃ多分鎌倉って成立しないと思うんですよね。やっぱ鎌倉を支えてるのってそういう飲食店さん、デート行く時にここに行こうとか、家族で行く時ここに行こうとかで、やっぱり絶対利用すると思うんですよ、お店は。今後の世の中も外出を控えようってなってるんですけども、もうやっぱり人との関わりって対面じゃなきゃやっぱコミュニケーションとか取れないじゃないですか。テレビ電話とかってやっぱタイムラグとかあって、ちゃんとしたなんかコミュニケーションの間とかそういうのも発生しちゃうんで、やっぱり対面で人とのコミュニケーションはあるべきだと思うんですよね。でやっぱり飲食店の良さっていうのが、まあそこで、まあ、美味しい食事を食べれて、そこで好きな人と食事が取れる場だと思うんで、もう絶対なくてはならない存在だと思ってます。ということで、ちょっと何かできないかということで、こんなちょっとサイトを見つけました。ちょっと画面切り替えます。はい、こんな感じでいい国鎌倉の夢に乗っかろうということで、多分これカヤックさんが提供してるクラファンのサイトなんですけど、見ていくとこれ鎌倉応援チケットっていうのがあります。でこれクリックすると、未来の鎌倉を守るために今日できる支援を始めようということで、まあ今こんぐらい集まってますね、1200万ぐらい。でこの応援チケットは何なのかっていうと、まあ、例えばこのチケットを買うと自分が応援する店舗で使えるみたいなんですよね。例えばこの3000円のチケットだったら、1000円相当の飲食店のチケットが3枚ということで、その応援する店舗を書けばその店舗で使えるというようなサービスみたいです。で、まあ、5000円があったりとか1万円があったりとかなんですけども、やっぱこれ全店舗行きたいんですよね。私はやっぱ鎌倉の全店舗のお店を助けるためには、このプロジェクトに参加している、まあ、飲食店さんだけでも全部は行きたいと思うんですよね。なんでちょっとこのマックスの12万1000円っていう、チケットを買いたいと思ってます。12万1000円買います。応援メッセージですね。その店舗に行きます。はい、そして、5000円のリターン、ちょっとここからショートカットで、ショートカット OK 入力しました。じゃあ支払いを確定押します。はい、5000円ありがとうございます。いやー、121店舗ですね。で期間が確かこれ1年ぐらい有効だと思うんで、365日の121日なんで3日に1回のペースで行けばいいんですね。行きます。そう、店舗の情報がこんだけずらって並べられてるんですけど、まあ行ったお店もあるし、まだ行ってないお店もあるんですよね。うん、結構行ってないですね、やっぱり。なんでちょっと仲良くなるのも目的ですね、これは。なんでちょっと仲良くしてください、お願いします。チケットが届くのが5月の25には届くっていうことなんで、あと1週間待とうと思います。あ、でも楽しみですね。どんぐらい来るんですかね、どんぐらい来るんですかね。ぶわっ、121名、こんぐらいですね多分。
でも本当にあの飲食店は必要なものだと思いますので、まあ、今後ちょっとコロナとかでの影響でどうなるかっていうのは分かんないですけど、やっぱりまあ鎌倉は観光地で、まあ、デートに しに来る人たちもいれば、家族で旅行する人もいれば、まあ、友達同士で旅行する人もいれば、いろんな人がいると思うんですよね。でその中でやっぱりお店があるっていうことが本当に大事だと思うんで、生き残ってほしいですねっていう感じで、今回の動画はこれで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。